本年が皆さんにとって安らかで良い年となるよう願っています。3年ぶりに行われた新年一般参賀。おととし成年を迎えた愛子さまも初めて出席され、天皇皇后両陛下に上皇ご夫妻と三代が揃われました。そのベランダの下で護衛に当たるのは皇室専門の警察、皇宮警察です。天皇陛下や皇族方ら皇居などの施設を守る皇室守護を使命とし、およそ900人がその職務に当たっています。そんな皇宮警察にとって新年一般参賀は年始めの重大任務。そこでたった数人しか選ばれない特別警備お立ち台儀仗に異例の大抜擢を受けた22歳の若手護衛官。誰でもできるものでもないので任務を全うしたいと思っております。ミヤネ屋のカメラはその訓練の現場に密着。普段見ることはできない一般参賀の裏側。行きます。はい。お立ち台儀仗行ってまいります。はい。美しさも求められる重要な役割を無事務め上げることはできるのでしょうか。さらに、おー、かっこいいですね。皇宮警察が誇る護衛の最前線に潜入。一瞬の油断も許されない特殊任務にあたる護衛官らの訓練現場とは。皇室の平穏を守るため全身全霊を注ぐ皇宮警察の知られざる任務に迫ります。東京のど真ん中、皇居にやってきました。今回は特別に取材の許可が下りたということで早速行ってきます。いろいろ伺ってきます。今回皇室の護衛について教えてくれるのは皇宮警察の三橋さと子巡査部長。初めて皇宮警察という組織の存在を知ったんですけれども、はい、一般の警察と具体的にどういったことが違うんですか。そうですね、皇宮警察本部は皇室守護を専門とした警察組織になります。今年創立137年になる皇宮警察は皇室を守ることに特化した警察組織。職員の数はおよそ900人。皇室の方々の護衛と皇居など施設の警備に24時間体制で当たっています。警察官ではなく皇宮護衛官と呼ばれまして、地方公務員である都道府県警察の警察官とは違い国家公務員になります。また皇宮護衛官と一般の警察官は制服にも違いが。一般的に右肩から下げられている警笛釣り紐は白色ですが、皇宮警察ではワインレッドカラーが採用されています。赤い心と書いて赤心、偽りのない心という意味でして、天皇陛下はじめ皇室の方々への忠誠心を表しております。では実際に皇宮警察はどのような護衛や警備を行っているのでしょうか。本部がある皇居の中へ。まず見せていただいたのは、おー、テレビで見たことあります。中島リポーターの前に現れたのは漆黒に輝くサイドカー。皇室の重要儀式や国賓を乗せた車を護衛、側車と呼ばれる皇宮警察にしかない特注のバイクです。天皇皇后両陛下が乗られたオープンカーが皇居前広場を進んでいきます。4年前、
天皇陛下の即位を祝い行われたパレード。沿道に集まった人はおよそ12万人。両陛下が乗られた車を囲むように皇宮警察の側車が護衛をしていました。護衛するにあたって、はい、白バイでもいいのかなと思うんですけど、それだとダメなんですか？実際にはもう一人、警戒を担当する者が乗りますので、運転を担当する者と警戒をメインで担当する者ということになりまして、警戒力という面においては、こちらの乗り物の方が優れておるかなというふうに、考えております。基本は2台1組で護衛に当たる側車。実はよく見るとこの2台違うところが一つあるのですが、皆さんわかりますか？運転席の位置が違う気がするんですけど。そう、運転席とサイドカーの位置が左右逆になっているんです。護衛する車に対しサイドカーの位置は外側。こうすることで不審者が飛び出してきても警戒担当が素早く対応できるといいます。さらに側車は普通のバイクと違いバック機能も備えられていて、有事の際迅速に対処できるようになっています。そんな側車になんと今回中島リポーター特別に乗せていただけることに。椅子の位置が高いです。では、外側から持っていただいて、はいはい、で親指はしっかり握っていただいて、そうですね、はい、背筋も結構しっかり張ってないと振り回されそうですよね。そうですね、はい、急な動きをすることも考えられますので、しっかりといつでも動けるような体勢を取っていただきます。この辺りまで。それではいざ出発進行。頭を動かしすぎますと、はい、実際にはすごいアトラクションに乗っているような感覚なんですけど、速い。わー、想像以上にスピードを感じるんですけど。そうですね、はい、結構振られますね。そしてそうですね、排気量は 1800cc と乗用車並みのエンジンを持つ側車。あらゆる事態に対応する高度なテクニックが求められます。乗務歴10年目の飯田さん、実は即位パレードの時両陛下が乗る車の護衛を担当。あれだけのこう人がいる中で任務に当たるというのは初めての経験でしたし、ちょっと手が震えちゃうんじゃないかなと思って、こうそうですね、そのぐらいはやっぱ緊張したですけれども、スタートして走り始めた瞬間から不思議なぐらい冷静になれて、そうですね、全体をとても広く見渡しながら実際走ることができたというのが印象に残っています。皇宮警察では側車以外による護衛も、あ、馬だ、皇居の中に馬が、はい、走ってますね。皇宮護衛官が今騎馬の訓練をしています。オフィス街からお堀を隔てた皇居には乗馬の練習場もあるんです。外国の大使が信任状捧呈式のため皇居を訪れる際護衛に当たっているのが皇宮警察の騎馬隊です。現在こちらには何頭ぐらいいるんですか？皇宮警察では14頭保有しております。この馬はサラブレッドでして、性格もおとなしい馬を連れてきてここで訓練をしています。バリバリ現役の時は、はい、競馬場を走っていた馬も数頭いますね。実は騎馬隊を担当する護衛官のほとんどが乗馬未経験。坂本さんも皇宮警察に入り初めて馬に乗ったといい、日々訓練を積み5年目でようやく検定に合格、馬車の護衛を担当できるようになったんだそう。しかし街中で馬に乗るというのは想像以上に難しいようで。東京駅出発なんですけど皇居に向かうと本当にストレートなんですよね。馬にとってはやっぱこう
そこにこう走っていきたいなっていうのが気持ちが出てくるので、そこを抑えつつ綺麗に乗るっていうのがやっぱ毎回なんですけど、難しい場面でいつも苦労しています。コロナ禍において馬車は沿道に多くの人が集まるため、現在信任状方程式は車での送迎に。いずれ感染が収束し馬車での送迎が再開されることが期待されます。また皇宮警察の任務の中には、皇居の外から毎日見ることができるものも。それは直立で警戒に当たる儀仗。二人一組となり、皇居の顔である正門を守る新人護衛官憧れの職務なのですが、なんと1時間以上微動だにせず立ったまま。それでも1時間後の交代式では、二人が寸分たがわぬ動きを披露します。全国各地に足を運び、国民に寄り添ってこられた皇室の方々。その方々を一番近くで護衛するのが側衛官と呼ばれる、いわゆる SP です。いざという時、壁となってお守りする最重要任務。過去には訪れた沖縄で上皇ご夫妻が過激派に火炎瓶を投げつけられる事件もありました。こうした不測の事態に対応するのが側衛官なのです。よろしくお願いいたします。天皇皇后両陛下の側衛官を務める藤原さん。公務だけでなく地方へのお出まし、さらには去年9月に亡くなったエリザベス女王の国葬に参列される両陛下の護衛のため、イギリスにも同行しました。護衛をする上で何か気をつけていることとかってありますか？ご対象は国民との親和というものですね、非常に大切にされておりますので、その場の雰囲気を壊さない、威圧的になりすぎないというようなことをですね、意識をして、日々護衛に当たっております。周囲を厳重に警戒しつつも、一歩下がった護衛が皇室流だといいます。その手法は場面に応じて変化し、早いですね、颯爽とした走りです。ジョギングが趣味の天皇陛下、こんな時側衛官は一緒に走りながら護衛。さらにスキーや登山など体力が求められるプライベートな場面でも任務に当たります。そのためにも練習や体作りは欠かせません。ジョギングだったり、筋肉トレーニングだったりですね、そういった基礎トレーニングはもちろんですけども、柔道や剣道といったですね、武道もしっかり訓練をして、いざという時に体が反射的に動くようにですね、しております。去年にはテロなどの有事に対応するため、特別警備隊を専従部隊として新たに編成。いつ起こるかわからない不測の事態に備え、日々訓練を積んでいます。日夜技術の向上や精神鍛錬のため、武道訓練にも励む皇宮護衛官。皇室を守るためさまざまな任務に当たりますが、その基礎を学ぶ場所があります。皇宮警察学校です。護衛官になるための試験の合格倍率は今年度およそ37倍、857人中なんと23人しか通過できない狭き門。
国家公務員専門職の中でもダントツの難しさです。学校では拳銃操作や逮捕術から刑法に公室典範など必要な技術と知識を学びます。中には華道や茶道、和歌に詩吟など皇室に携わる者としての品格を身につける授業も。その皇宮警察学校を卒業し1年目の三浦良介さん、公安職を目指す中皇宮警察を知り、その唯一無二の職務に魅力を感じて護衛官の道へ。実は今年3年ぶりとなった新年一般参賀である大役に抜擢されました。私たちは、お立ち台儀仗を今回やらさせていただくんですけども、お立ち台儀仗とは皇室の方々がお出ましになるベランダの下で警戒にあたる特別な任務。数人しか担当できない重要な役割です。お立ち台儀仗はこの儀仗単位の中でも練度が高いものと認められたものしかできないとお聞きしていたので、やらせていただくって聞いた際に私も正直驚いていて。例年2年から3年目の護衛官が選ばれることが多い中、新人での抜擢は異例かつ大変名誉なことです。本番を間近に控え、儀仗隊のメンバーらが集められていました。以上です。配置で交代で撤収の流れでそれぞれやってもらいますんで、確実にねその都度容量を確認してもらって、分かんないことはねそのままにせずに今日ね解消して本番に臨んでいきましょう。この日行われていたのは現場をイメージしての練習。先輩護衛官の指導を受けながら2人1組で行進やお立ち台に見立てた台を上り下りする流れとタイミングを確認します。この目台ですか？本番だと下で2歩、下で2つ階段があったりですかね。ここに2つ階段がある。あ、なるほど。タンタンタンでお立ち台が。あ、わかりました。セレモニー演出の一部でもあるため美しさも求められる儀仗。そう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 、で、回る、で、蹴る、倒れ、で、で4歩、7歩。一歩の大きさは60センチ。何歩でどう動くかまで細かく決まっています。これまでに正門での儀仗は経験していますが、ずいぶん違いがあるようで。やはり距離が、国民の方との距離が、人数と近さっていうのがかなり違うんじゃないかなと。本番を10日後に控え、三浦さんの姿は一般参賀が行われる皇居宮殿東庭に。じゃあ配置ついてお立ち台の本当の当日みたいな。わかりました。ちょっとやってみようか。はい、ありがとうございます。天皇陛下らが立たれるベランダの下に実際に使うお立ち台を設置しての本番さながらの練習。現地で動きを確認できる唯一の機会です。いきます。はい。声を頼りにタイミングを取りながら2人の動きがぴったり合うよう気持ちを集中させます。容量はできてるんで、はい、当日は人もいて愛犬の声は聞こえないかもしれないけど、そこはもうしっかり合わせてできるように、はい、
コロナ禍で人数が制限されるものの、一度に集まる人はおよそ1500人。話し声や旗を振る音などで互いの掛け声がかき消され、練習では合っていた2人の動きが合わなくなる恐れがあるといいます。当日例えば間違えちゃったとかあるかもしれないけど、もうそれはそれで、もうそれが通常ですぐらいの、はい、堂々とした姿でやってもらえれば、はい、当日もしっかりうまくいくのかなと思います。はい、すると三浦さんから先輩にこんな質問が。お腹痛くなった時はどうすればいいのかなと思ったんですけど、はたふたするとこっちにも伝わるから、そうするとあれ間違えたのかなとかイレギュラーなのかなってなっちゃうから、はい、さっき言ったみたいに普通に、はい、ありがとうございます。まあ、変なもの食うなよ気をつけます。一般参加当日はこの儀仗服という制服を着用して行います。装飾が施されている分ずっしりと重みがあるんだそう。特別なものでもあるので着る際は少しこう緊張はあります。アイロンがけであったり埃一つないようにと出る際にもそれぞれ確認して一応きれいに出るように心がけてます。お立ち台儀仗は皇室のイメージにも直結する見られる任務なのです。そして迎えた一般参賀当日。おはようございます。準備のほどはいかがですか？何度か練習できたので、まあ、無事に準備は万全に整えたのかなと思います。自信のほどは？もう 120%、はい、自信あります。熱気というかこの熱がすごいのかなという想像ですけど、はい、それをこう正面からしっかりと警戒していきたいなと思います。おはようございます。おはようございます。お立ち台儀仗行ってまいります。はい、重要な勤務ですが頑張ってください。はい。一般参賀の警備拠点となる護衛所では早朝から着々と準備が進められます。三浦さんも本番用の儀仗服に。やっぱり気合入ります。引き締まる思いです。緊張感みたいな。やっぱりちょっとだけ緊張感増したんですけど、あとは自分を信じてやりたいと思います。午前8時、警戒任務に当たるため儀仗隊が出発。最後尾の三浦さん、緊張からか左右同じ側の手足が同時に前へ。初めての大舞台、ミスなく務め上げることはできるのでしょうか。一方、皇居前広場では。はい、新型コロナ対策として参賀に訪れた人へのアルコール消毒や検温を徹底。抽選制が導入された今回の一般参賀では当選した7300人余りが入場。倍率はおよそ11倍となりました。和歌山から来ました。昨日からもう入ってます。新潟です一番の電車で愛子様とか、うん、ちょっと拝見できるのが楽しみで来ました皇室の方々がお出ましになるおよそ1時間前、参賀に訪れた人たちが皇居の中へ。人と人との間隔を保つよう地面に貼られたテープを目印に立ち位置につきます。カタカナと数字が。そしてやってきたベランダ下でのお立ち台儀仗交代のタイミング。いよいよ三浦さんの出番です。
晴れの舞台でぴったりと合った2人の動き、うまくいったようです。そして初めての一般参賀、皇室に向ける国民の眼差しを直に感じた三浦さん。午後、最後の任務を終えたその表情は、安堵したのか、柔らかく晴れやかでした。ほっとしました。無事にやりきることができて、まずは安心のひと言かなと。コロナ禍で歓声とかそういうのはなかったんですけど、まあ、なくてもこの旗を振られたり、国民の方のこう皇室に対する熱い思いっていうのが肌で感じることができて、本当になんか圧倒されたというか、側衛官としておそばでの勤務に従事したいなというふうに思いはあります。やっぱりそのためにやっぱり日々の鍛錬に励んだり、品格というのを身につけていって、国民の方と皇室という距離をもっともっと親しみやすいものになれるような、こう架け橋になれるような護衛官になっていきたいと思います。影の存在として唯一無二の職務に就く皇宮警察。こうした護衛官たちによって今日も皇室の安全が守られています。